ニラサキ中央公園芝生広場は、ニラサキ市が所有、管理しているサッカー場で、ニラサキ中央公園内に立地している。芝生広場に隣接して建てられたバンフォーレ甲府のクラブハウス名前こそ、芝生広場であるが実際はスタンドがある、サッカー専用の球技場であり、フィールドは、サッカー競技に適した天然芝で覆われているほか、ゴールポストも常備されている。隣接する。 陸上競技場とともに J リーグバンフォーレ甲府が練習場として使用しているほか、全国高等学校サッカー選手権、大会山梨県大会の会場などとして公式戦を開催した実績がある。競技がない指定された日は市民にも開放されている。2012年11月17日にバンフォーレ甲府が優勝パレード及び、 報告会に出席した横内博明稲崎市長は挨拶の中で芝生広場をバンフォーレ甲府の練習拠点として最優先に提供すると発表した。これまでも芝生広場は練習場として提供されてきたがバンフォーレ甲府が使用できる日数を大幅に増やす予定である。また芝生をオゼリク城競技場と同じものに張り替えるほか、 クラブハウスも建設しバンフォーレ交付に優先的に貸し出す。クラブハウスは2013年9月27日に竣工し10月6日に完成式典が行われた。ありがとうございます。